アルノーバンさんアルノーバンさんはフランスムルトイコールイコールモーゼル県出身のオートバイレーサー。2002年のロードレース世界選手権 125CC クラスチャンピオン。モトクロスやヒルクライムで活動した後20歳の時にロードレースに転向。1994年と1995年にはフランス国内のロードレース選手権125 cc クラスでチャンピオンとなった。1996年にはフランス GP125cc クラスのレースにアプリリアのマシンを買ってワイルドカード枠でデビューを果たす。翌1997年にはロードレースヨーロッパ選手権 125cc クラスでチャンピオンを獲得した。1998年にはロードレース世界選手権 125cc クラスに アプリリアを買ってフル参戦を開始しシリーズランキング12位でデビューシーズンを終えた。翌1999年は第6戦カタルニア GP でグランプリ初優勝を果たしシリーズ7位2000年シーズンも同じく1勝を挙げてシリーズ7位となった。2001年にはマシンをホンダにスイッチしたが未勝利でシリーズランキング10位に終わった。 2002年にはマシンをアプリリアに戻すと、バンサンは16戦前戦でポイントを獲得し、5勝を含む10回の表彰台に立つ強さを見せ、ディフェンディングチャンピオンのマヌエル・ポジャーリを19ポイント差で破り、ワールドチャンピオンに輝いた。翌2003年には、新規参戦となる、KTM チームに移籍しタイトル防衛を目指したが、チームメイトのロベルト・ロカテリともども、 開発途上にあったマシンのパフォーマンス不足に苦しむことになった。バンさんはシーズン途中にチームを離脱し、アプリリアに乗り換えたが、シリーズランキングは18位に沈んでしまった。2004年シーズン、バンさんは 250cc クラスにステップアップを果たした。アプリリアのマシンを買った初年度はシリーズ21位、翌2005年は、 新規参戦のイタリアのメーカーファンティックのマシンに乗ったが競争力は全くなくノーポイントに終わってしまった。2006年はアリー・モレナーレーシングに移籍し、ホンダのマシンでシリーズ22位を記録した。バンさんはこのシーズン終了をもってグランプリを去ることになった。2007年、バンさんはミレイ・ヤマハチームからスーパースポーツ世界選手権に参戦を目指していたが、 資金面の問題から取りやめとなった。結局この年はフランス国内選手権 600cc クラスに参戦しシリーズランキング3位を記録した。翌2008年シーズンはギルモータースポーツチームから川崎忍者 ZX-6R を買ってスーパースポーツ世界選手権に参戦を果たしたが結果を残せないままチームともどもシーズン途中で撤退することになってしまった。 2009年シーズンは、デュータンレーシングチームから、フランス国内のスーパーバイク選手権に参戦したが、年間ランキング19位に終わった。MOTOGP.com アルノーバンサン経歴。ありがとうございます。